毎扱いさ、高速リンク式システムを転送するからデータ通信用の回線を開けてくれ。紋章機専用の特別性さ、各機体の情報をリアルタイムでモニターできるシステムだよ。紋章機の戦いは刻一刻と状況が移り変わるもんね。このシステムじゃないと追い切れないのさ。わかった、今から送るよ。さあ、転送が終わったよ。そうだよ、驚いたかい。紋章機がどんな戦況にもすぐに対応できるような計らいってわけさ。よろしく頼むよ。ちょうど今、敵艦隊の把握が終わったところだ。メインモニターに出すぞ。我々の艦隊がいるのはここだ。3機の紋章機はこの位置にいる。一方、敵の艦隊は駆逐艦隊と巡洋艦タイプという編成のようだ。正直言って戦力ではこちらが不利だな。何言ってんのよ、私たちエンジェル隊がいるのよ。任せてください、あのくらいの敵ならきっと何とかなります。必要な時だけ指示してくれればそれでいいよ。あとは紋章機の戦いぶりを見て勝手を掴んでおくれ。もう一度作戦内容を確認する。了解。マイアス大佐、高速リンク式システムの説明は必要かい？了解。それじゃあ、時間もないから手短に説明するよ。まずはモニターの見方についてだよ。モニターには主にカメラビューとマップビューというモードで戦況が映し出される。これがマップビュー。これがカメラビューさ。マップビューとカメラビューは三角ボタンで切り替えられるんだ。次にカメラの操作だ。左スティック、右スティックで行うんだ。左スティックはカメラ回転。右スティックはカメラ移動だよ。そうそう。ズームインしたいときは R2 ボタン。ズームアウトしたいときは L2 ボタンを使うんだよ。次にユニットアイコンの説明をしておこう。これがユニットアイコン。私たちに命令するときはこれを使うんだ。方向キーでユニットアイコンのカーソルを動かし、丸ボタンを押してそのユニットにカメラをスナップする。スナップしてからさらに丸ボタンを押すとユニットメニューが現れる。このユニットメニューの中から与えたい命令を選ぶんだ。それじゃあ、主な命令の出し方を具体的に説明しようか。まずは攻撃からだ。ユニットにスナップして、ユニットメニューを表示させ、攻撃を選択して丸ボタンを押す。ここで攻撃したいターゲットを方向キーで選択するんだ。ターゲットが決まったら、丸ボタンで決定だよ。これでユニットは、指定されたターゲットに向かって攻撃しに行くことができる。次に移動の仕方について説明しよう。攻撃と同じ要領でユニットメニューから移動を選択する。方向キーでユニットを移動させたいポイントに矢印を合わせ、丸ボタンで決定するんだ。これで命令されたユニットは指定したポイントまでの移動を開始するよ。次にゲージについて説明しよう。このゲージが各ユニットの状態を表しているんだ。これがユニットの耐久度を表すゲージ。これがユニットの残りエネルギーを表すゲージ。そしてこれがパイロットの気力を表すゲージだよ。
パイロットの気力が充実すると、ユニットアイコンが緑色に点滅する。これは必殺技が打てるようになった合図さ。ここが点滅している間に、ユニットメニューから必殺技を選んで命令すれば、それぞれの必殺技を派手にぶちかますよ。まあその他、いろいろ機能はあるけれど、実際に使いながら徐々に覚えておくれ。主な指揮の仕方については、ざっとこんなところかね。もう一度説明するかい？マイヤーズ氏で、一緒に頑張りましょうね。指揮になれないうちは、あまり無理しなくていいわよ。その場合は自分たちの判断で戦うから。とりあえず、自分の船がやられないことを第一に考えてくれ。なんなら、安全な航法に下がってくれてていい。いいところに当たったみたいね。
認。あれだけの数の敵、これが紋章機の力だ。すごいんだな、エンジェル隊は。しかし、あの黒い艦隊は一体何だったんだ。それなのですが、大破した船をスキャンしてみたところ、全く生命反応がありませんでした。最初から無人だったと思われます。無人艦だと？そんなのがあれだけ数多く、どういうことだ。エンジェル隊から通信です。はい、大丈夫です。ありがとうございました、マイヤーズ司令。こっちは見ての通りよ。私の実力思い知った？初めての指揮にしちゃ上等だよ、マイヤーズ隊さん。よくできました。なんだい疑問って？そりゃ教えられたからさ。そいつはフォルテさん、私お腹が減っちゃいました。戻るまで我慢をしって。そうか、すっかり忘れてた。そろそろ戻らないと、みんな心配してるだろうね。私たちについてくればわかるわよ。俺たちに指図するのか？辺境の艦隊だが、ムーンエンジェル隊の指揮下に強制的に組み込まれる言われはないぞ。タクト、お前な。それはそうかもしれんが、お前さんの疑問に全て答えてくれる人だよ。